さあ、こいちゃんパラダイス競馬予想を開始したいと思います。今日は LGK4 回出番なので、3回目と4回目の間に楽屋を借りてお届けしたいと思います。今は蜂蜜の YouTube とね、一緒に馬娘チャレンジ、ちょっとゲームを始めて、僕もその育成もね、上げてますので、そちらの方も、あとビタミン S のお兄ちゃん、ギャロップ林、おにゅいさん、朝声声、みんなでやってますので、そちらの YouTube もぜひご覧ください。ということで、まあ、ウマンチュがマイラーズカップをやりますので、こちらのこいちゃんパラダイスではフローラステークスですね、第57回サンスポ賞フローラステークスオークストライアル2着まで優先出走権、大事なレースですよね、東京メインです。芝 2000m、これはもう東京2000といえば、もう大外がものすごい不利と言われているね、もうすごい急にコーナーが入るから、めちゃくちゃ外ぶん回されるという、外が不利と言われているコースで行われます。褒めば僕はちょっと2頭言わせてもらっていいですかね。ちょっと特殊な買い方を今日はできるだけ絞って買えるようにしたいと思いますので、9番ラスールね、ルメールジョッキーが乗る北三ブラック3区ですね、イクイノックスといい出てきてますね、強い馬がね。これまた5枠が2頭とも北三ブラックでね、僕の仮説なんですけど、シュボバかお母さんが同じところに入るとね、3歳の女の子なので兄弟が横にいるということで、安心してリラックスして走れるんじゃないかというね、誰も立証していない仮説を私は立てているんですけど、ただ結構来るんです、それ一つのサスペンスとしてね、僕も一応いつもチェックしております。まあ、ラスールは、3戦2勝ですね。でこのクラスはもう走ったことないし、力も分かりにくいので、一番手っ取り早いのはもう1勝馬と2勝馬の違いでしょうね。1勝馬はもちろん1勝しかしてませんし、2勝馬は1勝クラスを勝ち上がった馬の中でもう一度勝ってるので、ここ全然力が違う可能性がねありますね。だからここの場面に立てれないレベルの馬まで立ててしまってるというところで、やっぱり2勝馬を信頼するのがいいと思います。2勝馬の中でもやっぱりラスールが一番強烈な勝ち上がり方をしてきたので、おそらくこの馬強いと思います。そしてもう1頭の本命馬は13番ルージュステイリア、これはディープインパクト3区で福永雄一ジョッキーですね。新馬戦福永ジョッキーが騎乗して見事にね1着で勝ったんですけど、7ヶ月の休養明けの後に、岩田未来ジョッキー乗り換わり、まあ、休養明けもあったんでしょうけど大出遅れで、こちらも最後はね上がり最速を出しながらも負けています。福永ジョッキーはもう異常なほどね、スタートがうまいジョッキーなので、まあ、立て直してくるのと、まだ、まあ、叩き2走目になるんで、今回の方が馬の状態もいいと思います。だから1勝馬ですけど、2勝馬レベル、もしくは3勝馬レベルの馬でしょうね、この馬は他のこのレースに出てるディープ3区に比べ。なので9番、13番を僕は3連単フォーメーションの1着固定でいきます。そして2着に1番、これも2勝馬ですね、ルージュエ・バイユ、3番パーソナル・ハイ、これディープ3区ですね、で6番マイ・シンフォニー、ディープ3区、7番ゴールデン・アワー、エピファネイア3区、を入れて4頭入れて、で3着に、もう一度ラスールとルージュ・ステイリアの2頭、だからサンドイッチですね。9番13番を1、3着2着に1、3、6、7、これ結構もう勝ちに行ったりする場合ね、他の馬にポカンとやられることが非常に多いので、1、2着で決まるより1、3着で決まることの方が結構多いんでね、ただ3着になると大変ですけどね、これ2着以内に入らないとダメなレースなんで、でも私はこの買い方で勝負したいと思います。はい、今週はフローラステークスということで、私の本命馬は7番のゴールデンアワーから行かせていただきたいと思います。デビュー5戦目で勝ち上がり、そして今回が中1周ですね、
まあ、勝ち上がった前走なんですけれども、スタートして出遅れての最後方からと。で、向こう上面でまくっていって、2番手まで押し上げて、最後直線、もう一伸びで、押し切って1着と。すごいね、インパクトのある強い競馬だったと思います。理想は、3走前の中山ですかね、中段でじっくり構えて 3,4 コーナーあたりから動き出して、直線向かうというのが、一番、持ち味出せるんじゃないかと思います。上がっていく時の、ね、足はすごい、ね、魅力的なものありますので、あとは仕掛けどころ一つかなと思います。ここ5走ではね、ちょっとまだ力量を測れないぐらい底知れぬ不気味さがある一頭だと思います。ということで、私7番のゴールデンアワーから行かせていただきたいと思います。オーラあーギャロッパ林です。お先ハゲさせてもらってますけども、私の、フローラステイクス、本命は1番、ルージュエヴァイユで行きたいと思います。このレースも、ルージュの2頭がね、もう枠出る前から抜けてるなという印象あったんですけども、まあ、個人的には、より人気のない方を、まあ、どっちも人気するのは分かってたんですけど、人気のない方から行けたらいいかなと。で、まあ、ちょっと極端な枠引きまして、まあ、今の東京で考えると、内枠いいとは思うんですけど、ただこの馬の客室的にちょっと打ちすぎるかなという気はしないでもないですが、まあ、戸崎ジョッキーがうまくさばいてきてくれるだろうと。そんな狭いコースってわけではないのでね、しっかりと、まあ、いい馬の後ろにつけて包まれることなく出てきてくれると信じてですね、もちろん、もう一頭のルージュは、まあ、蝶のつくほど強敵ではありますけども、はい、こっちの方が馬券的にほんの少しでも面白いので、ルージュエヴァイユから行きたいと思います。よろしくお願いします。勝負馬はまずは福島の1レースからいきなり行きたいと思います。8番広重アトムです。唯一の初出走馬、未勝利戦ダート 1700m なんですけど、もうね、このレースなかなか馬格のいいゴリゴリダート決闘馬がもうこの同枠のサンライズモストロぐらいしかいないので、シニスタミニスタ3区かなり優秀なので、ここはもういきなり出番があってもおかしくないメンバーを見て決めました。ちょっとね、調教ではね、もう調教8の調教ではもう1位には一応なってるんですけれども、実際どういうスタートを切れるのか、どこで競馬をするのかわからないとこはあるんで、皆さんももう副賞で遊ぶぐらいでいいんじゃないかな。ただ普通に買ってもおかしくないなと思っております。そして次は福島、もう一丁行きますね。福島メイン、福島中央テレビ杯、はい、こちらは12番、ステラダイヤで行かせていただきます。これ芝の 1200m なんですけれども、この馬は、ロードカナロア3区ですね、牝馬なんですけれども、こちらただこの距離成績がもうね1200なんで2110、前走は勝ち上がったね2勝クラスで初めて走ったんですけど、13着、オモババ惨敗、しかも、1000のダートで、今回も千里の芝に戻ってきますんで、前走はもう全く関係ございません。千里の芝なら勝負になりそうな牝馬とは思えないね、490キロ超える大きい馬格なので、勝負なるかな、なったらいいなと思ってます。そして続きましては阪神は4レースから行きましょうか。こちらは芝の 1600m なんですけど、7番ジュエルシティ、これエピファネイア3区ですね。ちょっとこれもね、もう分からないところが多すぎるんで、牝馬の限定牝馬戦の専用ダートに走って5着、10頭立て5着というところなんですけど、まあ、エピファネイアの牝馬で馬格436キロの馬がそりゃダート無理やろっていうレースにね出て5着で走ってるんで、で厩舎側ももう芝向きの走りをしていると言っているので、
ただやっぱちっちゃい馬なんでね、ちっちゃい馬やっぱ友が小さいんでね、馬力に欠けるのでどこまでこのメンバーでできるかなっていうところはあるんですけど、前走よりは条件的にはだいぶ良くなるので、もうこれもちょっと穴なんでね、まあ副賞とかワイドでちょろっと遊ぶぐらいでいいかなと思いつつ、ここまでに増えてたらもう3年間でここからもう100万狙いかなっていう気も、しなくもない感じです。照れちゃう、東京6レースですね。こちらはダート 1400m、2番西野アンドレア、パイロ3区なんですけれども、まあ1008で2着4着3着10着ときて、1004のね、道悪やったんですけど、こちらで首差見事勝ちました。今回も1004なので、パイロ3区、まあ、1004というより本当は1008ぐらいのがいいのかなとは思いつつも、この馬はもしかしたら短い方がいいのならば、今回も条件的にはね、ただちょっともう7番の大成ジャスパー、9番ウォームライト、これもパイロですけど、14番レッドゲール、この3頭がもうダントツで強いと思うので、食い込めるか食い込めないかぐらいの感じだと思います。本庁です、そして阪神7レースダート 1800m ですね、こちらはもう多分一番人気なんですけど、5番これパイロですね、インテンスフレーム、この馬を本命で行くんですが、相手がね、例えば2番のサンライズグリッド、ダイワメジャー3区で1008なのでね、ちょっと長いと思います。で4番、サウザンドスマイル、もうこれ絆の牝馬なんでね、ちょっとパワー負けすると思います、ボバに。で6番大勢ミニスター、これも牝馬なんですよね。これも成績は実はよく見えて、牝馬限定戦の方が着順が悪いのは、牝馬限定戦じゃない時これも49キロ50キロで3着2着と来てる馬なんで、今回はね、混合戦なのに55キロ小さい馬が背負うので、今回は僕はもう普通に11番エルモドーロ、オルフェルブル3区ですね、もう5番11番の馬連1点やろどう見てもと思っております。馬連1点ってやったら折り返して3連弾勝ってもいいんですけどね、そんなことしたら外れたりしますんで、ね、阪神12レースです、12番平成メジャー、これマジェスティックウォリアー3区なんですけどね、これはまあ1004でいい走りをしてて、で今回1002なんですけどね、1002成績0002ですけど、マジェスティックウォリア自体が結構中距離持つんですけど、やっぱり本来は短距離の方が得意な芝馬なので、今回今力をつけた今なら池添健一ジョッキーがね、乗ってくれますので、ここは一発ありそうだなと、ここも思いつつ、1番タガノネクステージ、7番コパシーナ、タガノネクステージはディスクリートキャップ3区、コパシーナヘニーヒューズ3区、もう絶好の舞台ですね、どっちもね。この2頭が多分どう考えても強いので、3着もしくは2着にうまいこと食い込めればなと思っております。それでは行きましょうか、ウィンハーブ予想、阪神10レースコーナンステークスダート 2000m、 ややこしいですね、2000ってちょっと長くなるとね、血統が通用しなくなったり、ダート血統じゃない馬でも来たりするので、難しいですね。なので5頭いきます。まず2番ムエックス、アジアエクスプレス3区ですね。この馬も1008で3連勝して、ね、前走は負けたんですけれども、6着このクラスで、ただやっぱり前に行けなかったんでね、今回はちょっとね、人気馬が結構後ろから行く馬が多いので、前で楽に運べちゃいそうな気がします。6番ラブネオ、ラブネバーエンズ、ビクトワールピサ3区ですね。馬格がごっつくて、まあ、前走も2着上がり最速、やっぱ上がり最速を出して2着来る馬っていうのはもう確実に勝ち負けまで持ってくる可能性が高いので、ちょっと血統的には微妙なところではあるんですが、この馬は力的に入れておきます。
9番アジャストザルート、これもジャストウェイ3区で渋いんですけどね、血統的にはダートにしては。ただやっぱ和田龍二ジョッキーというのと、こちらも馬格も十分しっかりして2勝クラス勝ち上がったところなので、勢いでいっちゃってもおかしくないなというところです。10番オンザフェーブル、オルフェーブル3区ですね。これやっぱオルフェーブル3区はね、変わった3区でちっちゃくても走るし、でまたでかいんですよね、この馬前走500キロで優雅ちゃんが乗ってくるからね、もうちょっと抑えないと怖いですね。14番クリノドラゴン、アスカクリちゃん、まあ、このクラスでもうね、頑張って走れる馬でしょうね。これも渋いんですけど、アスカクリちゃんというところ、ただ戦績を見るともう前走もクリザー2着上がり2番目のタイムなので、勝ち負けまで持ってきそうですね。勝ち切れるかは分からない馬ばっかりなので難しいですけど。で東京10レース鎌倉ステークスダート1400m、ここを1頭にします。8番レモンポップ、レモンドロップキッドという、これアメリカの芝馬ですね。もうアメリカの馬強いですね。でたまにアメリカの芝馬でもやっぱりね、馬格ちっちゃいやつはあんまり走らないんですけど、これしっかり510キロあって戸崎ジョッキー乗ってくるので、普通に考えればこのクラス走る馬じゃないんでね。で正直相手になる馬がね、まあ、ブッチーニとジュリオなんですけど、ブッチにやっぱ牝馬なんでね、430キロ台ので、ジュリオもリオンディーズ産駒なので、クラスが上がるにつれてしんどくなってくると思います。ここはもうレモンポップ1点、でここクリアしたら当たるんじゃないかなと思ってます。でここですね、ここがもうちょっと増えちゃいました。福島メインはここに6行きます。3番シゲル専務、絆産駒、これ芝1200なんですけど、絆は何でも走るし、やっぱ福島も分からんのですよね。福島校舎の馬がやっぱり強いんですけど、あんまり走ってないから校舎かどうかも分からないというところで、そういう意味で8番ルクルト、これはもう福島成績1100、キングズベスト3、これも差し馬で一番ケツの方から行くのに、よう福島でこんないい成績を収めてるなって、ちょっと不思議な馬でもあるんですけど入れます。11番名勝ツツジ、エイシンフラッシュ産駒、なんかこれ渋いんですよね。だいたい他の会場行くとロードカナロア産駒とかアドマイアムーンが短距離活躍するんですけど、福島とかね、ちょっとね変わった場所に行くといろんな芝馬が活躍するから、だからそういう意味でもね、成績的にはしっかり最後の足が多分一番いい足を使うので、届くか届かないかと思います。で12番ステラダイヤ、これは先ほど言いましたね、ロードカナロア産駒、これが勝つと100万コースになると思います。そして14番ラストリージョ、アグネスデジタル産駒の牝馬が戦に勝つのかなっていうのも正直あるんですけど、まあ、単内ジョッキーも調子いいですし、もう実際問題この馬いい走りしてるんでね、入れます。で15番ジューンベロシティ、これはもうロードカナロア産駒のボバーですね。このレース珍しいですね、千馬と牝馬ばっかりでルクロットとジューンベロシティしかいないんですよね。たまたまを取ってないボバーが、まあ、2頭とも入れましたけど、だからここ6になっちゃいました。もうちょっと絞りたかったんですけれども、まあ1のところがあるのでね、今回は。そしてマイラーズカップが先ですね。ここは、5頭いきます。3番ファルコニア、ディープインパクト産駒プラス優雅ちゃん、これはもう怖いですね、馬も強いし。で4番空手、正直この馬がどうなのかなとは思いつつね、力的にはやっぱりいつも 1、2、3着あたりに来るので、入れないと安心できないですね。で5番レッドベルオーブ、これはもともとフォーアマゾンを倒しているような馬なので、状態さえ良ければ勝つと思います。で7番フォーアマゾン、ちょっと馬場がもうようわからないんですよね、明日実はね。もう馬場がわからない時点でウィン5には非常に向いてないんですよ。ウィン5はちょっと早めに買わなあかんから、まあそういう意味でも馬場が荒れても荒れなくても走れる馬なので、もう絶対に入れておきたい馬ですね。で12番エアロロノア、これはもうリステッド競争2勝してるね、2勝か
馬なんで、もうこれはもう格上ですよね。完全に力金亀なので信頼もできます。このことでいきます。そしてラスト、フローラステークスですね、ここはもう先ほど言いました9番ラスールと13番ルージュステイリア、この2頭で勝負します。じゃあ皆さんもね、ちょっと絞るとこを絞って、広げるとこをだいぶ広げたんで、僕が広げたところを絞ればもうだいぶ今回は、少なく解明いけるんじゃないかなと思います。僕は土曜日負けちゃいました。もうやらんかったよかった。 NGK の合間やね、やることないからね、ずっと競馬してね、ジム行って筋トレしてね、ジムで、自転車こぎながら競馬してたらめっちゃ負けました。だから明日やり返します。じゃあ皆さんもまた馬娘の動画などもご覧ください。照れちゃう。あと1回出番や、1時間半ぐらい待たなあかん。家帰んの遅なるわ。ペロンチョでした。ペロッ。